ポロンナルワは、スリランカ北中部州にある、中世のこと。1017年から1255年までスリランカの、首都であった。1017年、南インドタミル系のチョーラ王朝が、ランカ島の大勢を支配したことを受け、シンハラ王朝は首都アヌラーダプラからポロンナルワに、遷都した。シンハラ王のウィジャヤバーフ一世は、その後、チョーラ王朝を1070年に追放した。その後、 ウィジャヤバーフ一世の孫にあたるパラークラマバーフ一世が首都構築に大きく貢献した。その知世の間、ポロンナルワは王の庇護のもと、交易と農業が栄え黄金時代を迎える。特に、灌漑設備の充実に努め、国の東部地域で寒気でも農耕可能にした。彼は農耕と防衛の両方の目的で首都の周囲に、 パラアクラマサムデラと呼ばれる巨大な考え用貯水池を建設した。この時代、首都は自給自足の体制を保った。しかし、その後王位についた日産カマーラ一世を除く、ポロンナルワの王族はすべて保身に注力し、南インドの王公貴族の支持を求めたため、スリランカ独自の王朝の力は衰え、南インドのカリンガ王朝のマーガによる1214年の信仰を招き、 1284年にはアーリャ・チャカラワルティの侵攻と続き、結果的には南インドのパーアンディア・アサに権力を移譲することになった。1232年に首都はダンバデニアに遷都された。1255年新原王朝はポロンナルワを放棄した。それ以降、ポロンナルワは忘れられたととなり19世紀に発見されるまでジャングルに渦漏れていたが、 発掘調査が行われ1982年に世界文化遺産への登録が決定された。今日、こと、ボロンナルワは、スリランカ随一の考古学上の史跡として維持され、シンハラ王の知性を忍ぶものとなっている。ことの美しさは、デュラン・デュランの1982年のミュージックビデオ、西部、A プレイヤーが撮影されている。ボロンナルワは、現在、北中部中、 第2の都市で、スリランカで清潔で、美しい街として知られる。自然に囲まれた環境や、ことの建築、パラークラマサムデラ等が観光客を集めている。歴史的には、ボロンナルワは1年のほとんどが熱帯性の気候で、12月と1月のみ、肌寒い日がある程度だったが、近年の環境変化で冬季の雨や低温の日が増加している。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ABC ポロンナルワスリランカ世界遺産半球交通社。半球交通社。2019年7月23日閲覧。かなえ神山。世界遺産大仏教遺跡スリランカポロンナルワで仏教のパワーを感じるスリランカ。ライントラベル JP 旅行ガイド。 2019年7月23日閲覧。スリランカ旅行なら、聖地、ポロンナルワは外せない。観光情報まとめ。きっかけは、絶景から。ワンダートリップ、ワンダートリップ。2019年7月23日閲覧。超、谷マッサーキ。スリランカ古代装飾トイレの謎。とうとう出版。 P212 ISBN4-887060998 ありがとうございます。